はい、どうも、ゆうとです。今回はキーエンスでトップセールスを取るために僕が意識していた13のことのうち4番目と5番目をお話していきます。まあ、前回の動画で1番から3番は終わったので今日は4番目と5番目になります。で、この5番目までの内容っていうのがいわゆる営業現場に出るまでに準備できること。次回以降、まあ、6個目以上、6番目からっていうのはより現場の話になっていきます。はい、では早速4番目の内容として、お話していきたいなと思うんですけども、これ何かっていうと、自分を知るっていう内容になります。で、この自分を知る中で最低5つだけ守るべき項目っていうのを今日は話していきます。まず1つ目としては身なりです。まあ、これ誰でもできる内容なんですね。でもこの誰でもできることをできてない営業マンめちゃくちゃ多くて、まあ、どういうことかっていうと、皆さんだったら営業マンの方とパッと会った時にどんな方だったら信頼できますかね。例えば僕の場合だったらスーツの場合シャツがちゃんとこうシワなく着られていて、まあ、スーツもピチッとしていると綺麗な状態で着られている、なんか汚れているところもないというか、あるいは革靴すごいピカピカしててちゃんと手入れされている状態、あるいは髪の毛もちゃんとこうセットされている状態、あるいは口元ですね、なんか昼飯食べた後にケチャップついてるとかネギが挟まってるとかそういうことも一切ない。もう本当に会った時に、あ、なんかこう隙がないなって思える人っていうのをいわゆる僕は営業マンの方として信頼できるなっていうか安心できるなって思うんですけど、逆に言うとそんなことさえできない営業マンっていうのがめちゃくちゃいるんですよ。靴がボロボロでなんかもうシャツのところになんかペンのこう入れる時のこう吸った後みたいな感じでインクがついてるとか、もういろんな人いるんですけど、こんなことさえできない営業マンが例えば商品説明を好きなく、お客様対応も好きなくできるかって言われた時にできるのかなっていうふうに僕は思ってしまうんで、まず身なりっていうのはすごい意識してました。お客様に会う以上完璧の自分で毎回お会いさせていただくっていうことをすごい意識してます。で、2つ目としては表情です。やっぱりお客様にお会いした時に明るくするっていうのはすごいいいことなんですね。会話を楽しむっていうのはすごいいいことなんですけど、ヘラヘラしたりとかっていうのはまた違うと思うんですよ。まあ本当に状況状況に応じて盛り上げることもできるし、お客様と一緒に談笑することもできるし、あるいは神妙な時もあると思うんですね。実際の金額の提案になった時っていうのは本当に切羽詰まるような話になったりとかするんですけど、その時にお客さんと同じ気持ちでこの商談に迎える叱るべき表情っていうのを自分ができているのかどうか、2つ目として意識していただきたいです。3つ目としてはトークの内容です。まあ、実際にこれは話の順番、組み立てている順番であったりとか、あるいは無駄な話をしていないかどうか、もう本当にこれもよくあるケースなんですけど、実際に部下の方とかと同行した時に先輩の社員ってよく思うことがあると思うんですよ。なんでこんな説明してるのとか、担当の方によっては金額の話を知りたいのにベラ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 もう商品説明から入ってるケース、いや商品説明っていうのは現場の方から聞いてたりっていうことがもう往々にしてあるんですよ。なんで最終ジャッジをするにあたってその商品のことはよく分かっていると、じゃあ金額いくらでどれぐらいリターンもらえるのか、どれぐらいで会社としては投資対効果得られるのかってところを知りたいのに、めちゃくちゃ長いことを説明してて結局金額の話をする頃にお客さんも疲れちゃってるみたいなことって結構あるんですよ。なんで相手がそもそも聞きたい話なのかどうか、あるいはそれを伝える順番とか伝えてる内容ってそれで的確なのかどうかっていうのはすごい意識していただきたいです。で、4つ目としてはその中でも話し方です。トークの内容とか話し方ですごい密接につながってるんですけども、例えばその伝え方としてお客さんが理解しやすいような話し方になっているかどうか意識してください。例えばよくあるケースとして結論から喋れない営業マン、ブワーッと何の話か分からずにいきなり喋り出して結論としては金額いくらなんですとか、まあ、要は今から金額の話になるんですけども、こうこうこういう内容でとか、これぐらいリターン返せますよとか、まあ、実際何の話題なのか、新聞見ててもそうだと思うんですけど、見出しがない新聞ってないと思うんですよ。一つ一つの記事に対して見出しがあって、あ、この見出しだったらちょっと面白さやなって思って新聞見たりとか新聞の中の記事ピックアップして皆さん読んでいくと思うんですね。いわばその見出しがない状態で記事だけブワーッと並んでて最後見たらようわかるっていう、こういう営業マンの方っていうのも結構いるんじゃないかなと思うんで、話の内容っていうのと、まあ、自分を知る中でポイントとして4つ目、話し方っていうところはすごい意識してください。で、最後なんですけど、最後としてはプレゼンテーションの見せ方、これも非常に大事です。まあ、例えばこれ何かっていうと、プレゼンテーションの仕方として、例えば紙で説明しているのかパワポで説明するのか、この2つも違うと思うんですね。あるいはパワポで説明する中で動画があったりするのか、音が入ってたりとかしてるのか、こ
こう一つ一つの見せ方っていうところをブラッシュアップしていただきたくて、例えば僕の場合でいくと、まあ、前職のキーエンスという会社では有形商材、いわゆる僕が使ってたのは測定器になるんですけども、この測定器をお客さんに営業するにあたってキーエンスという会社ではどうやってるかっていうと、実際現物商品を持ってお客さんのところに訪問するんですね。で、訪問した時にお客さんの前でデモンストレーションって言って、商品説明とこの商品を使ってどういうことができるかっていうのを実体験してもらうんですよ。その時に商品の置き方、例えば単純に机にボンと置くんじゃなくて絨毯を敷いて、でこの絨毯の色は何色がいいのかな、緑なのか赤がいいのか、印象に残れられた赤がいいのかなとか、まあ、そういうところまで意識して、じゃあ置いた後に置き方、お客さんに対して正対するようにまっすぐ置くのか、ちょっとこう角度つけておくのか、これだけでも見え方が違ったりとかします。あるいは置くものというのは商品だけじゃなくてカタログとか、あるいはその付帯備品ってあると思うんですけど、これの置く順番まで意識してました。どういう角度でどういう向きでどんな色でお客さんに見せたら一番かっこよくこの商品見えるんかなとか、そこまで意識してます。あるいは見せ方っていうところでいくと、実際にこれを説明する、商品を説明するのは僕担当の営業マンなので、その見せ方として、例えば叱るべきタイミングで緩急をつけれてるかどうか、この辺も非常に大事になってくると思いますんで、今言った5つっていうのは現場で意識だけでできることですので、すぐに実践してみてください。で、さっきの話で1点だけちょっと補足なんですけども、まあその自分を知るっていうところで、さっきの5つの項目意識すると思うんですけど、実際にできてるかできてないかって結構盲目になりがちなんですね。どういうことかっていうと、まあ、営業マンの特徴というか性質上、結構自分の世界に没入してしまう人ってかなり多いと思うんですね。自分はこううまいこと伝えられているとか、結構そういう勘違いを起こしている人って結構多いんじゃないかなと思います。なのでその振り返り方法として、自分、まあ、僕田中がやってたこととして大きく3つあります。まず1つ目としては、シンプルにロープレをたくさん重ねる。それは先輩の方であったりとか、同期とか後輩、誰でもいいです。自分のことを俯瞰的に見てくれる立場の人間っていうのに対してロープレイさせていただいて、そのフィードバックを的確にもらうっていうことが1つ。2つ目としては、そのロープレイ中に先輩の意見もそうですし、あるいは動画を撮って自分の姿を自分で見るっていうことが2つ目です。3つ目としては、お客様に生の声をいただくっていうところです。これどういうことかというと、お客様にシンプルに自分の営業に対しての感想を聞くということです。ただ商談が終わった後すぐにお客様に自分の営業がどうだったのか聞くっていうのは、これは違うと思いますし、そもそもそこで聞いたところでお客様から返ってくる回答っていうのは、まあ本音はなかなか言ってくれないと思います。なので契約が決まっていて、ある程度こう何回か訪問していたりとか、サポートに入っているお客様に対して関係値が作れた段階で、まあ本音を言っていただけるときに正直に答えていただきたいんですけど、どうですかってところで聞くと、まあいいフィードバックいただけることが多いんじゃないかなと思います。あと、これを聞く相手っていうのはできる限り社長がいいと思います。実際にポイントは、なぜ社長に聞くのがいいかというと、ポイントは2つで、すごい勉強熱心な営業マンだなと思って信頼してもらえるってところが一つ。もう一つは、社長からいただくフィードバックっていうのは本当に本音でしっかり返ってくるケースが多いです。中にはお叱りされることもあると思いますし、改善このポイントした方がいいよって言われることもあるし、あるいは褒められることもあると思います。で、そういう時こそお客様と関係値を作って次の紹介いただくっていうことにつながるので、まあこの3つ目特に意識してやってみてもいいと思います。次に5番目の項目としては、レスポンスに対する意識です。何に対するレスポンスかっていうと、要はお客様からのアクションに対するレスポンスなんですね。このお客様からのアクションに対するレスポンスってもういろんなものがあるんですけども、まあ、例えばこう挙げてみると、お客様から買いたいです、この契約をしたいですっていう発注連絡に対するレスポンスもそうですし、この日に打ち合わせしましょうっていう対するそれに対する返答とか、あるいはクレームですね、全然聞いてた話違うやんけっていうものに対する対応もそうですし、これ使い方わからないんだけどとか、相談に対するレスポンスもそうですし、もう上げ出すときりないぐらいたくさんお客様側からいただくアクションっていうのが多いと思います。ただ、これに対して優先度を分けれずに全て同じように来た順番に対応しているのは NG ですって話です。要はこのいろんな対応がある中での優先度をしっかり分けて、優先度が高いものから対応していきましょうって話になります。で、実際僕の場合でいくと、いろんなこう対応もちろんあるんですけども、で、売れていけば売れていくほどお客さん増えてくるんで、どん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 対応は増えていくんですけど、その中で優先度上げてたトップ2があります。まず1つ目としては、受注につながるレスポンスです。売れにつながる話です。
で2つ目としてはクレームに対する話、レスポンスです。まず売りにつながるレスポンスっていうところでいくと、シンプルに例えば今役員会議に進んでるんだけどこういう仕様あるかなとか、上司に対してこういう上申っていうんですかね、報告をしたいんですけどこれでいいですかねとか、あるいはこういう資料出してもらえますかとか、何かしらこうお客様が買っていただく、あるいは契約いただくために前に進んでいってるにあたって必要なレスポンスってあると思うんですけど、ここに対するスピード感は僕は異常なぐらい速いと思います。めちゃくちゃ意識的に上げてました。なぜかっていうと営業マンっていうのは限られた時間の中でいかに効率的に売り上げを作っていくかっていうのが仕事なんですね。この中で売りにつながる話に対してアクションが遅い、リアクションが遅いっていうのはもう最悪です。なのでお客様から話が前提、前向きに進んでいってる話に対してのリアクションっていうのは特に意識してました。スピードとクオリティです。この2つを究極に意識して仕事してました。で、もう1つはクレームです。クレームの話に対するレスポンスです。やっぱり契約していただいたお客様が喜んでいただいて初めて紹介も生まれますし、その次お客様また喜んでいただけるんじゃないかなって自信につながると思います。ただお客様を喜ばせたいと思って受注したお客様が要は困ってる状況っていうのを助けれない時ほど、助けれた時ほど営業マンとしての力を発揮できる時はないと思うんですね。このクレームの時ほど営業マンとしてのいわば進化を問われる時になるので、このクレームに対する意識っていうのはすごい上げてました。実際にクレームが発生してしまって、実際にキーエンスの例でいくと商品があるんですね。この商品が返品になってしまうとかなり会社としてはマイナス、売れてもないのに工数だけかかってしまうんで、いわば会社的にも営業マン的にも困ってしまう、このクレーム、いわば返品につながるような話っていうのは特に意識して、それを阻止するというか、逆に言うと困ってる状況からいかに盛り返してプラス喜んでもらえる状況を作りに行くかっていうところは意識してました。逆に言うと皆さんも意識してほしいんですね。何か商品買ったとか契約した時に困ったとか質問があるとか、あれちょっとこれ聞いてる話と違うんじゃないかなっていう時に担当してくれた営業マンの方に質問とか連絡すると思うんですね。その方から一切連絡がなくて、買う前、契約する前まではもうすぐに対応してくれてた人が契約した途端に 2,3 日連絡をくれるとかっていうことが目の前で起こった時、皆さんどう思いますかね。めちゃくちゃ腹立つし、その人のこと多分信頼できないと思うんですよ。それと同じことはしたくないって思いで僕は仕事してたんで、この営業マンとしてまず売りに対する受注につながるレスポンスっていうところと、お客さんが困ってるっていうところに対するレスポンスは特にかなり感度高く意識してレスポンスはしていました。でこの中でレスポンスをすればいいっていう問題ではなくて、さっきお伝えした通りスピードとクオリティ、早く対応したからいいっていうものでもないですし、素晴らしい対応したからいいっていうわけでもないです。早く素晴らしい対応するからこそお客様の信頼がそこで生まれるんで、レスポンスに対する意識っていう部分でいくと、クオリティとスピード、そして優先度をしっかり分ける、この3つっていうのは意識してください。では今回も以上になります。皆さんの動画を見ていただきありがとうございます。元キーエンスで事業部売上歴代記録を残した私ですが、営業のことからキャリア、会社経営まで幅広くパーソンが成功に近づけるための動画を配信していきます。未来に正解なんてない、正解するのはあなた次第です。ぜひチャンネル登録お願いします。